皆様どうも、今最後の東京行きのこの東京行きじゃねえや小金井まで向かうこの上野東京ライン、まあ、東京まで行くやつに乗ってるんですね。で今回その沼津から東京までグリーンで今帰ってるんです。でちょっと動画のまああと動画の方がねいつ出すかわからんのでこれだけ先にちょっとお伝えしたいと思ってカメラ回してます。っていうのはまだ青春18切符の有効期間が9月10日までありますんで、まあ、おそらくねまだまだ今後も青春18で移動される方多いと思うんですよ。でこの上野東京ライン新宿湘南新宿ラインの、まあ、グリーンの料金が、まあ、100キロを超えたら、まあ、いくら距離乗っても、まあ、1000円っていうお値段なので、まあ、それなりにその青春18使っていてもグリーン車使う人って結構いらっしゃるんですよね。で、まあ、通常上野東京ラインにしても湘南新宿ラインにしても熱海止まりが多いんですけど、若干ねそれから先神奈美それから三島沼津まで行く列車も、まあ、若干あるんですよ。で僕今日沼津から乗って、まあ、東京まで行くんですが、沼津にもねグリーン券のそのホームのその販売機があると思ったんです。でスイカ突っ込んでねピッてやってやるやつです。でところがそれが沼津にはなかったと。でおそらく三島神奈美にもないでしょう。で熱海に行かないとそのグリーン車のそのパスモでやるやつがないんですね。パスモスイカとかで、で先ほど茅ヶ崎からおそらくグリーン車のアテンダントさんが乗ってこられるんで、まあ、ちょっとその件でお伺いしました。でそのグリーン車用のそのホームのIC カードっていうんですかね、交通系の、まあ、それがないところで乗られた場合は、まあ、例えばねその旨を茅ヶ崎から乗られるアテンダントさんに言っていただいて、まあ、車内で精算されるか、まあ、あるいはねもう窓口で面倒かもしれませんが、まあ、沼津、まあ、神奈美は窓口ないと思うんですよ。であと三島ですね、沼津と三島は間違いなく、緑の窓口がありますので、まあ、事前にその紙ベースの切符をご用意いただいてグリーン券ねそれをご用意いただいてご乗車いただくか、もう本当にあと茅ヶ崎から乗ってこられるアテンダントさんにその旨、ご説明されてですね、まあ、そういった場合は、まあ、事情が分かっているので、まあ、車内料金になるということで先ほど説明受けました。ちょっとその点僕心配だったんでね。で、まあ、最悪熱海で、まあ、列車にもよるんでしょうけど自分の乗ったこの小金井行きの電車がね5分間の停車時間がありました。で、まあ、グリーン車なんで降りたらそこに、グリーンのホームの発売機があるんで、まあ、そこで生産されるのもね、まあ、一つの方法でとしてアテンダントさん一人しかいらっしゃいませんので、まあ、あまりねお手間かけるのもなんですし、まあ、こういった状況下なんで、まあ、できるだけそういった接触を避けるという意味でも、まあ、ぜひ事前にご購入されたりですとか、あとはその熱海で対応されるとかでですね、特に青春18切符を使ってグリーンを使う方にはですね、まあ、そういった体験実際にありましたんでぜひぜひその点、ちょっと情報の共有というかそういうことでお願いいたします。ということでありがとうございます。